はい、ということでゴーストバイヤー東京を続きやっていきます。テロンカードを見つけるというところからですね、経験に任せたろ。はい、解放 OK。 ん、あー、助けるしっかり、これ霊を回収しておいて、これも回収できるね。あ、でもちょっと待って、バレる。バレちゃったなぁ。ちょっと待って。吸収できねえか。まあ、いや、だったらもう行っちゃえばいいかな。一旦。餌をあげる。お？しかも温泉に入れるじゃん。うわ、ここでも戦闘あんのか。あ、え？ここ繋がって繋がってんじゃん。まあそれはよくて、一回出ます。ドッグフードあげるとくれるとかあるか？餌をあげる。気持ちを聞くとか、であげれるのかな？撫でてる場合じゃねえだろ。でも、かわいい。お、餌をあげる。お腹減ってたのか？いけるいけるいける。これで、変わったカードがある。お、なんだ、様子がおかしい。何か教え、ついていこう。変わったカードがあるってことは、もうこれテレフォンカードでしょ。吸収。あ、どこ行った？こっちか。あ、これじゃん。これ持って行っていい？よし、来た。いいんじゃないか。今は非常事態だ。だからエドへ連絡するだから。あれ？公衆電話どこだったっけ？違うな。あれ？あ、これか。あっちだ。よしよしよし。じゃあ、これでエドへ連絡して、また話を進めていきましょうか。これだ、これだ、これだ。テレフォンカードを使う猫の絵が描かれてたぞ。悪いが、今は手が離せない。想定外のことが多すぎてね。え？なので現状の報告だけ行う。はい。作戦通り渋谷から離れることができたのは僕とデイルだけだ。デイル。他のメンバーとは地蔵通り近くの駐車場ではぐれてしまった。KK は死んだと思っていたが、転送装置から魂が送られてくることを考えると生きているかもしれない。以上だ。ん？人間二代目。地蔵通りの駐車場か。エドたちが待機していた場所だ。行ってみるぞ。駐車場か。了解です。ここですね。さらっと行っちゃおう。なんか移動手段的にこれダッシュしかないのかな。まあ、実際飛べるからまあ、あれか、そっちの方が早いか。
とは言いつつ、まあ、100メートル以内なので、あ、これなんだ、拝む地蔵、お、霊力上がるんだ。そう、なんとかしようぜ。あ、あいつ、待て、ほらどうだ、しっかり効く、ほらどうだ、おい、しか避ける、え、あー、くっそ、まじいな、共鳴使う、あ、くっそ、マジで、もうちょっとだと思うんだよ実際。ほらどうだ、よし、オッケー、素晴らしい。で、これがどっかに解放できる、うわー、間違えた、あれ、あれ、どこだろう、あ、なくない？あ、これやるのか、間違えた、あ？あった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 、ここ、よし、オッケー、落ちてる、ん？なんか落ちてる、あ、これ？戦いの最中、音声データ、連れて行かないなら自分で行く、待ちなさい、エリカ、私はあの子を追うわ、あなたたちは計画通り渋谷を離れて、KK の方はどうするんだい？エリカは戦わせないと伝えて、それと渋谷のロッカーにこれを、承知した、ロッカー、エリカが行きそうな場所を教えてくれ、僕たちも探してみる、まあ、これロッカー行くんじゃないか？渋谷駅に行く、ああ、駅だ。俺たちが連絡用に使っていたコインロッカーがある。リンクはそこに何か入れたみたいだ。了解。コインロッカーへ向かう。サイドミッションがまた増えたけど、向かうべき場所は、ここだな。ファストトラベル。もうちょっと近くにできんのかな？無理か。じゃあここまで飛んで、ロード時間どのぐらいだろう？ファストトラベルってあんま使ってなかったもんね。オッケーオッケーオッケー。そしたら、コインロッカーへ向かっていこう。ここか。めっちゃ高いとこじゃなかった、ここ。まあ、とはいえ。全然楽勝か。お。オッケー。ジャックされとるな、渋谷駅。これか。はい。なんだ。メモ。霧ヶ丘団地 C 棟302号室で待ちなさい。エリカが見つからなかった時のためにここに鍵とメモを置いたんだろう。霧ヶ丘団地。リンコさんはこの部屋にも行ったのかな。必ず。めっちゃ雨降ってる。死んでも行くはずだ。これ何？あ、犬じゃん。うん、猫じゃん。だったら、ちょっと待って。こっちだ。またなんか、あれだね。サイドミッションがどんどん増えてく。ここだな。ってことは、ファストトラベル、します。
まあ基本はメインストーリーをバーッと進めていってっていう感じで、まあどっかでサイドミッション回収パートを作ってもいいかなとは思うんで。仲間だよ、敵王者の一人だ。俺たちと一緒に。いやなんかおるな敵が。リンコはエリカを戦わせなかった。エリカにだ。おい、おっと、あぶね、あぶねっていうかもうぶち当たってた。飛んでけばいいでしょう。よし、デモにあった団地はここだな。どっかにシートを登る。探してみる。あ、電話が鳴ってるよ。取るか。何道草を食っているんだ。急がないと奴の思うツボだぞ。リンコか。霧の発生源はそこから。南西の社。はいはい。ああ悪かった。ところでエリカは見つかったのか。エリカ、いや今はそれどころじゃないからな。ともかく急げ。ずいぶん冷めたのかな、リンコ。てかさ、公衆電話ってこれ音量変えれるんだね。初めて知った。あ、エリカ、なんだ。え、何かを教えようとしているみたいだ。右？さて、どっちを信じる？ああ、俺は決まってるぜ。どっちでしょう。シート302号室だから3階に行けばいいんだよね。エリカにだって戦う理由があった。あいつはあの狂った男の娘だからな。3階。おお、ここだ。これは戦闘になりそうじゃない？いや、だいぶもう廃れとる。 AI の目覚め事件。あ、礼儀ポイントきた。スキルポイント上がったからなんか入れたいな。ダウンしてる敵に当たるダメージ 1.5 倍。あ、てかもう10しかないわ。と、じゃあいっか。いい感じじゃねえか。俺もちろんエレベーターは使えないから3階まで上がっていこう。ん？階段は？あった。なるほど。ここだな。なんか様子がおかしいね。うん。入れねえじゃん。4階にも行けない。え？あった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 。オッケー。よし。ここだな。鍵を使って入る。うわー、調べよう。戦闘起きそうじゃない？お、猫だ。俺は気持ち聞くでしょう。この人誰だろう。だっけか。お、気持ち聞く。猫の気持ち。そろそろ出ていくか。雑誌と付録のバッグ。以上か。また、え、猫めっちゃおるやん。ここはただのトイレ。なんだ？おっと？リンコ？いや、もう一人いる。こいつ、病院で見たぞ。あいつらの仲間だ。取り憑かれた？やっぱり偽物だったってわけか。エリカって子を探しに来て敵に取り込まれたんだ。
随分階段してる。外に出るか。猫ちゃんなんか教えてくれんか。ご飯は全く、おお。猫だらけだ。まあじゃあ出ますか。私の正体はバレたみたいだな。そういうことだな。じゃあもう騙し討ちの必要もないな。ここに閉じ込めてあげるわ。わ、まずい。なんだ。お？消えた。どこかにいるはずだ。探すぞ。まあこっち、うえ、なんか世界がおかしくなっている。なになにこれ、関係ない。でもこっ、お、お、あ、なるほど。随分とヘマをしたな。いない。ここで取り返すわ、急いで。だからリンコであってリンコでないんだよな今。ちょ待って、よいしょ。よし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 、急げ急げ急げ。時間はまああるが、抑えてるから。あそこ、うわ、なんだ。俺はお前を許していないぞ。おお、許されるとは思っていないわ。でもまた一緒に戦うことができるはずよ。どちら、こっちか。そうかもな。おお、階段ができて、おお、すごい。おおおおおおお、捕まえろ。うっと、こっちか。すごい 3D グラフィックが。おお、あーあーあー、おお、ん、傘傘傘傘傘傘傘。ああ、すごい登る。高速に登っていく。よし、いた。リンコ、もう少しそいつを抑えておけ。リンコさんは返してもらうぞ。オッケー、お任せしちゃおうかな。はい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 、解放。あれ？外に出られた。リンコがいない。探すんだ。いや、と言われましても。公園を調べる。かりんとう。あ、ここ入ってきて。公園？こっちか。おにぎり。めっちゃいろいろ落ちてるってことは、これさ、なんかボス戦っぽくない？仕事。けん玉って何？子供がいる古い家。あー、あ、クエストは？特にあれか。あ、なるほど。あ、エモート？撮影モードで使えるやつか。さっき見た公園と似てる。おい、残留思念があるぞ。これは？あれ？離れたな。リンコを切り離して逃げたか。向こうか。リンコさんは？おっと、公衆電話が鳴っている。どこ？どこだ？あれだ。よいしょ。出ます。
あれ、はい、僕たちは大丈夫です。凛子さんの方は問題ないわ。本当に問題ないのか。目は覚めたよ。まあ疑い深くはなるな。それに取り込まれたけど、ただでは戻ってこない。この辺りの霧の発生源が分かったわ。今から教える。おう、何か書くものはあるかな。大丈夫だ。この姿のいいところは肉体や物質に縛られないところだ。今からあなたに送るわ。送る？まさか公衆電話にそんな機能が。あとは二人に任せるわ。おお。あれの発生源？場所が分かった鳥居を浄化していくぞ。鳥居の浄化、見えない鳥居の可視化。新たな鳥居を可視化できるようになりました。よし、また強くなったな。おお。はい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 。そしたら、あ、これね。本当だ、鳥居が増えてる。ちょっと待って、スキルポイントが増えたんで、うわ、めっちゃ鳥居増えてんだけど。空中浄化。あ、ごめん、空中即浄、いいじゃん。で、あとは、そうか、この辺もあるか。各食料最大所持数増えるの、これでかいな。いけそうだ。光の柱へ向かう。ここか。だからまずこれか。あ、まあまあ、これか。こいつ行こうか。そうだね、あれやな。団地ってのは妙に不気味なんだよな。さあ、名所団地の一番上だな。飛べるところは一応あるな。吸収して、ごめん、グラップル使いまして、上から行けばいいと思うから。よいしょ。これだな。即上する。さあ、あとは？早めに。オッケー。オッケー、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 オッケー。1、2、オッケー。1,2,3 OK。 もういったよね。 1,2 引き抜き、回復して浄化。回復足りなくなってくるかな。よし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 。なんかお札あるじゃん。数珠だった。新たな数珠、これ回収しようか。オッケー、これで、あー、ここまで行けるようになったな。よし、じゃあ向こう行きましょうか。こっから行けんじゃない。吸収。ああ、ここ下も行けるけど。危ない。こっちだね。回収。回収。またこれか。
ちょ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 、あ、こっちからね。はい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 、はい、すいませんね。はい、ごめんなさい。あとは敵が増えたぞ。敵が増えた、即上即上。で、はい、いった。 OK、 危ねえな。引き抜け。助けられたか。あ、よかったかな。オッケー。回収して、公衆電話ないっすかね。あった。先に公衆電話行っていいか。先にな。4000経験値ゲット。これはでかいんじゃない？死にたくない。おおお。お兄ちゃん。またマリーの声だ。マリー、待ってろよ。調子だ。ちょっと待って、落ち着いて対処したい。落ち着いて対処。もうこれ使うわ。めんどくせ。オーケー。よし、これで浄化。素晴らしい。お、いい感じじゃん。あー、ここだったか。向かいたいのはあっちやな。うん、まあここも全然浄化して OK でしょう。さあ、あとは、え、ああ、ここダメだった。あ、じゃあこっからだ。ちょ、回復がなんか少ない気がするんだよな。回復アイテムをしっかり持っといてた方が絶対いいんで。いた。全然倒れないこいつ。オッケー。まだおんのかい。危ない。ほっ、危ない。どうだ。オッケー。オッケーだけど。オッケーだけど。
よし、めっちゃ弾減るな。よしよしよし。あ、とりあえずさ、アイテムは回収したいよな。なんだこれ、なんだこれ、ん、カブト、あ、金と回復アイテムがある。まあ以上かな。この先進んで、ジャストガードも使っていきたいな。弾がすぐなくなるんだよな。痛いよもう。よし、よしよしよし、レベル上がった。いや、浄化したいんだけどね。いって、これ浄化はできない？できないね。どこにいんだよ。もう、もう痛えなおい。もう全然もう弾がなくなる。これあれか、どうだ。ああ、オッケーオッケーオッケー。よし、ようやくこれで解放。ここら辺一帯が解放されたことによって例の光の柱にだいぶ近づいたんじゃないかな。おい、アキト、あの光が消えてる。急いだ方がいいかもしれない。消えてる、やばいな。祈る、もうちょっと一回やめよう。あ、でもさ、これ弾回復できる、確か。気力を回復。あ、本当にそんぐらいか。じゃあいいや。そしたら、そう、こういうとこで回収をしっかりしていかないといけない。うん。で、こっちはもう霧だから、お、もういけるじゃん。光の柱の中心に進むと。リンコが見つけてくれた発生源のところに、まあ、行ってくれってことやな。一旦これ経験値をもらって、はい。よし。光はこの奥に集まっていた。オッケー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 。あと、あ、これライトあったっけ。あ、カメラモードいらん。あれ、どれだっけ。あ、これか、スキルの、あ、引き抜き体力回復、力をうまく使えよ、気持ちを聞く。エリカちゃん、これは拝む、
あー、なるほど。よし、頼むぜ、お地蔵さん。オッケーオッケーオッケー。お、ここか。来た。これはだぞ。魂だ。全部あいつらが集めたものだ。なんて数なんだよ。刑事って仕事は慣れれば慣れるほど正義感ってものが鈍くなる。いちいち反応してられないからな。けどな、たまに鈍くなったその頭をガツンってぶったたいてくれる事件がある。目の前の光景がそうだ。ぶったたいてくれる事件。確かにぶったたかれたよ。正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろう。それでこそ生きてる甲斐があるってもんだ。うん？社に向かう。社じゃない、祠に向かう。うわ、そこか。ここから行けそうだ。うお、開ける？いや、そんなんで開くの？うわ、すご。開くんだ。うわ、奥に進む。何をするつもりなんだ？俺はこの力をあいつに植え付けられた。あいつにとってはただの実験だ。お前の妹にもためらいなんかない。やばいな、ちょっと回復が少ないかもな。どっかで拾ってかないといけないな。あ、いたぞ。実験台が勝手に檻から出たらダメじゃないか。てめえ、ケイケ、待って、周りはどこだ？一心同体か。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。あれ、君らにはもう使い道がない。救ってやれなくて申し訳なく思う。何を言っている？マリオ返せ！残念ながら根性の別れをさせてやることはできない。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。何だと？まずは手下からやらないとな。私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。お前、こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか？ケイケ、どういうことだ？こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。勘違いさせてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。あとは魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。この結界も彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか？肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。なんだ
こいつ時は満ちつつ狂ってますの。君たちの相手はこの子にしてもらおう。来た。うおー、中ボス来たね。あ、はい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 。どうする。あれマジで言ってる。今のお前ではまともに戦えない。うん、こいつの近くに回って様子を伺え。近くに回って様子を伺え。単独行動、KK と分離すると霊力を用いた行動が大きく制限される。そうだよね。うん、はい。いや、じゃあどうすんねん。資格？弓矢の数はまあマックスあるからいいんだけど、飯がある。ケイケ、無事か？あ、いるな。こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。わかった。気づかれないように背後に回ってみる。背後に回る。エリカ、あなたの気持ちもわかる。だけど、私にはその決断はできない。私は戦いたかった。お父さん。いける。よし。私はいつも守る。もう一パターンだな。長い間、そのことに疑問を抱かなかった。でも、もう違う。どこだ。また拾ってきたの。仕方ない、もうこの子が最後よ。名前考えなきゃね。私もただ飼われていただけ。向こうだな。猫と変わらない。それは本当に生きていると言えるの。言えない。言えるわけがない。私はいかただの飼い猫。ん、こっち来るよね多分。いたー。こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助け。だからじゃあこっちやな。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。同じセリフ。あれ？くっそ。どうすればいいんだ。来るね。来るからこっちやな。総理大臣焼き鳥の方から。いや、すごいな、今の。残り1回。守られるだけの生き方は私の存在を。これ登れる？耐え難いほど。登れないか。誰もそれを理解してくれない。守られる、守られて。どっちから来るかなんだけど、向こうにいるかな。私は生きていない、生きていない。あなたはここにいればいい。ここにいれば安全だ。いねえな。違うのよ。セリフタイムだ。私だって生きていたい。どこだ。いた。危ない。一旦これこっち。
まともにやり合うのは無理だ。隠れて機会を伺おう。いるね。早いな、あいつ。よし。無理？ああ、無理か。ああ、終わったかな。あ、終わったわ。ちょっともったいなかったね。だから、あれやな。お、いけた。よし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 。これで多分戻ってくるんじゃない？戻ってくる。あ、で、倒したんかな？あ、倒したわ。ごめんな。うわぁ。あ、なんだ？え？うわー、ぶっ飛ばされた。うわー。うん？巨人？うお。あいつを追わないと。まずは体の手当てからだって言うんじゃ。あ、この子まだ。お前は関わるな。汚れ仕事は俺の担当だ。おお、はい。あいつを止めない限り終わらない。行くぞ。ああ、はい、ということでこっからが多分第4章に入ってくるのかな。はい、ミッションクリア。痛み、あ、来た。第4章に入っていきます。これなんて読む？絆？さ、例の光の柱のところは抜け出してきたが、がしかし東京タワーおかしくなっちゃとる。渋谷の街も巨大な巨人の影が。東京タワーを中心として取り囲んじゃってんじゃ。うわ、なんじゃこりゃ。なんて光景だ。なんだかわからんが、くそったれなものがそびえ立ってるのはわかるぜ。はい、どうすん？ビビってる場合じゃねえぞ。どうすんの？ああ、行こう。いや、行こう言うても。電話鳴ってるわ。秋田、電話の音が聞こえないか？
いや、聞こえますけど、次回からにしましょうか、こっから。はい。今回はここまでです。お疲れ様でした。